はい、皆さんこんにちは、たかまるです。今回はポットマットを編みました。大きさは大きい方が、約19センチになっています。小さい方が約14センチになっています。こちらの大きい方は10段編んでいます。小さい方は7段編んでいます。動画の方ではこちらの小さい方の7段で案内しているんですけれども、もう少し大きい方がいい方は10段ぐらいで編まれてもいいかなと思います。使いやすい大きさで編んでみてください。それでは材料の紹介をします。まず糸は2色使っています。セリアさんの羊ちゃんナチュラル極太、カラーナンバーが5番、法定表示はウール 100%、 重量は約 25g、 糸の長さは約 35m、 使用かぎ針が7から8号になっています。バーコードがこちらです。こちらともう1色が、こちら同じく羊ちゃんナチュラル極太、カラーナンバーは4番です。バーコードはこちらになっています。こちらが、大きい方の、ポットマットがブラウンが3玉、ベージュが2玉。小さい方のポットマットはブラウンが2玉、ベージュが1玉使っています。こちらと、2本取りですのでかぎ針は9号針を使用しています。あとマーカー、ハサミ、とじ針、以上を使いました。ではまずこちらのブラウンの糸を2本取りにして円の作り目をします。人差し指に1回2回ゆったりとかけて、こちらに針を入れて持ってくる。で、鎖1つで立ち上がって、これまだ1目目ではないので今から中に細編みを6目編みます。これが1目目になります。とマーカーをつけておきますね。今から6目ですので、次が2、3、4、5、6編めました。そうしましたら、こちらの輪を引き締めたいと思います。糸端を引っ張って、こちらの2本が動いているので、こちらを先にぎゅっと締めて、で、もう一度糸端をぎゅっと引っ張ります。これで輪が絞れましたので、一番最初の目の頭に針を入れて引き抜き編みをします。で、キュッと絞っておきます。これで1段目が編めました。全部で円を7段編んでいくのですが、もし円の編み方がわからない方は説明欄にリンクを貼っておきますので、参考にしていただけると嬉しいです。では1段編めましたので、次は2段目になります。鎖1つで立ち上がって、細編みの増し目を6回になります。細編みを1目、マーカーをつけておきます。増し目ですので、同じところにもう1目。次がお隣に1目、増し目。と、2段目も最後まで編んでいきます。では2段目の最後1目を残して止めています。次3段目で糸をベージュに変えたいので、こちらで一番最後の目で変えたいと思います。これを引き抜きを糸を変えてベージュで、引き抜いて、一番最初の目の頭に針を入れて、引き抜き編みをしたいと思います。引き抜く。で、キュッと絞って、後ろをちょっと整えておいて、で、糸を変えることができましたので、次3段目をこちらのベージュで編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、1目、
またマーカーをつけておいて、一目、次増し目ですね。細編み1の増し目、細編みが1つで次は増し目という感じで、また3段目も編んでいこうと思います。では3段目の最後、1目を残しています。ここでまた、ブラウンに糸を変えたいので、ここまで編みましたら引き抜くときにブラウンに変えたいと思います。でまた一番初めの目の頭に針を入れて引き抜き編みをします。ギュッと絞っておきます。こんな感じですね。はい、では、このように1、2段目がブラウン、3段目がベージュ、4、5がブラウンで、6がベージュで、また7段がブラウンというのを7段編んでいこうと思います。円の方はぐるぐると往復ではなくぐるぐる編んでいますので、このまま、編み続けていってもらったらと思います。ではそれを7段まで編んだものを2枚作ろうと思います。では7段までを2枚編んできました。1枚は、この糸を残しておいて引き抜き編みをしたいと思います。もう1枚の方はもう糸処理をしたいと思います。最後のブラウンの方をカットして、ベージュもカットして、後ろに糸処理をしていきます。これは1つ引き抜いて、こちらで引き抜いて、最初の目の頭に向こうから針を入れて、で一番最後こちらですね、糸が出ているこちらの目のところに向こうへ刺して、これで綺麗に輪になっているのでいいと思います。あとは、後ろに糸処理をしておきます。ベージュもそのまま、糸処理をしたらいいんですけれども、こちらは、糸を巻き込まずに編んでいます。こちらの方は糸を巻き込んで編んでますので、糸端をもうカットしたらいいんですけれども、こちらの方は巻き込んでしていないので、糸処理をしてもいいですし、こう合わせますのでこのまま置いておいてもいいと思います。まあ、でもちょっと糸処理はしといた方が合わせる時に出てきたりするとしにくいかなと思うので、ちょっとこちらは糸処理は全部しておきたいと思います。ではこちら両方糸処理は簡単にしておきました。で最後このブラウンの糸で引き抜き編みを一周していきたいと思います。こちらとこちらが、最初と最後の目の頭になりますので、こことここを合わせて、外表ですね、表が外になるように2枚を重ねて引き抜き編みをしていきたいと思います。ここが入っているので次こちらですね、1つずつ引き抜く、一つずつ刺して引き抜く、一つずつ引き抜く、これを、一周していきたいと思います。ちょっとこう割れたりするとやり直した方が綺麗に仕上がります。これとこれと刺して一目一目刺して引き抜く。ではこれを一周、引き抜き編みをしていきます。ではこちら最後まで引き抜き編みをしてきました。ここが最初のところです。一番最後まで引き抜き編みをしました。でここまで来ましたら、釣り手をこちらにつけたいと思います。鎖を1、2、3、4、5、
5、6、7、8、9、10、10、そうですね、これぐらいでいいと思います。でこちらにこのまま引き抜いて、で糸処理をします。こうなりますけど、これでいいと思います。糸処理もこのあたりにちょっと取れないようにぐるっとしておいて、響かないところで糸処理をぐるっとしておいたらいいと思います。この隙間とかちょっとだけ戻っておきます。でカットしておいて、ではこれで完成です。できたらこちらを表にして使いたいと思います。ではよかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。